それでは、イフで満足プレミアム商品券についての説明会を始めさせていただきます。はじめに、新型コロナウイルスの感染拡大により、ウェブでの説明動画配信となりましたが、お忙しい中、当事業にご協力いただいております事業者の皆様に感謝申し上げます。ありがとうございます。では、早速ですが、事業の説明に入らせていただきます。よろしくお願いします。事業の概要を説明させていただきます。今回の商品券発行の趣旨ですが、コロナ禍の長期化により打撃を受けた経済の活性化に向け、個人消費の回復を図るために、イフで満足プレミアム商品券を販売します。なお、当事業は大分県の地域消費喚起プレミアム商品券事業を活用し行います。月にプレミアム率は 30% となります。1000円の商品券13枚つづりを1冊1万円で販売いたします。うち、大型店、イオン狭間店、コスモス鬼崎店、狭間北方店、イフインデンでの使用ができない A 券が8枚、大型店を含む取扱い登録事業所全店で使用可能な B 券が5枚となっております。購入対象者は、令和4年1月1日現在で18歳以上の方です。今回は由布市在住の方以外もご購入いただきます。購入限度額は1人当たり4万円、4冊までです。残余分が出た場合、令和4年4月20日水曜日以降、1人当たり1日1回再度購入ができます。販売期間は令和4年3月26日、土曜日から4月15日金曜日までで、26日、27日の土日特別販売以外は平日のみの販売となります。残余が出た場合、4月20日水曜日以降の平日で先着順で販売いたします。使用期間は購入日から令和4年6月30日木曜日までで、令和4年7月1日、金曜日からは使用できませんのでご注意ください。今回の商品券事業はコロナ禍からの消費回復に寄与するため、短期間でより集中的に消費を促進することが目的となっています。使用期間が例年の商品券より短くなっておりますが、ご了承ください。発行総数は3万冊で、総額3億とプレミアム分が9000万円です。去年の発行額と比べると3倍ほどとなっております。次にスケジュールについてご説明いたします。2月10日木曜日に一時応募を開始します。自治文書配布にて右図の購入申込書付きチラシを全個配布いたします。切り取って郵送いただくか、インターネットからも申し込み可能となっております。インターネットからの申し込みの場合は、パソコンの方は市ホームページおよびチラシに記載の URL から、スマートフォンの方はチラシの QR コードを読み取って申し込みフォームからお申し込みください。なお、申し込みについては2月10日から開始となります。2月28日月曜日必着で、購入は事前申し込み制となります。そして販売についてです。3月26日土曜日、27日日曜日の9時から17時に土日特別引き換え販売を行います。場所は狭間体育センター、中須賀と、由布市役所庄内庁舎新館1階、由布院福祉センターです。以降の3月28日月曜日から4月15日金曜日までの9時から17時については、平日のみで市内各郵便局にて引き換え販売を行います。場所は、庄内は庄内郵便局、阿南郵便局、庄内駅前郵便局、狭間は石城川郵便局、狭間郵便局、由布院は南由布郵便局、湯の平郵便局、由布院郵便局です。申し込み後の引き換え場所及び購入希望冊数の変更は原則できませんのでご了承ください。また、引き
換期日の4月15日を過ぎた場合、引換権利は無効となります。次にスケジュールのカレンダーを記載しております。2月10日に応募を開始し、28日に締め切らせていただきます。3月中旬頃に引換券を発送いたしますので、3月26日以降申し込みいただいた引換希望場所にて、購入引換券と購入希望冊数の現金をご持参の上、商品券をご購入いただきます。なお、取扱い店の募集は、使用期間終了の6月30日まで随時行い、一覧をホームページにて公開いたします。当該ホームページの記事については、商品券に同封する取扱い一覧に QR コードを記載させていただきます。続いて、7月からのスケジュールです。15日までの平日の9時から17時までの間、市内郵便局にて引換販売を行います。4月15日金曜日までに引換購入をされない場合、引換権利は無効となりますのでご注意ください。また、予算に残余が発生した場合は、4月20日水曜日から先着順で販売をいたします。残余が発生した場合については、引換販売終了後の4月18日以降に由布市ホームページに掲載いたします。引換販売で購入された方も1人当たり1日1回再度購入可能とし、売り切れ次第販売終了といたします。次に取扱店の登録についてご説明いたします。申請方法についてですが、申請書兼請求書に必要事項を記入し、由布市商工観光課宛に提出をお願いいたします。様式については、市ホームページにてダウンロードできるほか、インターネットのご利用が難しい方については、由布市商工観光課までお問い合わせください。また、前回以前に由布市商工会実施の商品券取扱店舗登録を行っていた方も、新たに登録が必要になりますので、ご注意ください。なお、取扱店一覧は、別途市ホームページで随時更新予定としております。申請書兼誓約書の宛先は記載の通りです。次に、換金についてご説明いたします。換金申請先は、由布市商工会となります。換金請求書及び商品券を商工会に持参してください。その際、商品券の裏面に署名をしていることをご確認ください。なお、換金請求書の様式は市ホームページにてダウンロードできます。換金期日は令和4年8月25日木曜日となっており、期日を過ぎての換金はできません。支払い方法は口座振込にて取扱店に支払います。詳しい日程については次のページにて説明いたします。また、換金についての問い合わせ先は各地域の商工会となります。次に換金の詳しい日程についてご説明いたします。支払い日は毎月15日、10日締めと末日25日締めとします。ただし、締め日や支払い日が土日祝祭日と重なる場合は、その日を除く月曜日から金曜日までの間の直前の日とします。詳しい日程は記載の通りです。次に注意事項についてご説明いたします。以下の商品には商品券を利用できません。換金性の高いもの、商品券、ビール券、図書券、プリペイドカード、切手、印紙、宝くじなど、不動産や金融商品にかかるもの、土地及び家屋の購入代金、借入れ資金など、タバコ、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、第2条第5項に規定する、性風俗関連特殊営業にかかるもの、税金、公共料金、
事業活動に伴い発生した買掛金、未払い金への支払い、反社会的勢力との関係が認められる事業所、特定の宗教、政治団体と関わるものや、公序良俗に反するものなどです。また、商品券は現金との引き換え、および釣り銭の支払いは不可とします。最後に、配布するステッカーを来客者の見やすい場所に掲示をお願いいたします。ステッカーについては、2月下旬をめどに送付予定です。以上で、イフで満足プレミアム商品券についての説明を終わります。何かご不明点等ございましたら、ご気軽にお問い合わせください。ご清聴ありがとうございました。